あの原画通りにしようとする正反対が、うんうん、まあ、多い中、うん、原画の魅力を、うん、あ、ここがいいなっていうのを見れる人が正反すると、うんうん、絵画的に、うん、なんていうか数字ではなくね、うんうん、あ、いいなってなるっていう感覚でね、うん、で原画そのままオペレート的に置き換えるだけでやって全くこう同じようになったとしても、はい、何か、うん、あのなんか足りないのよ、なんか魔法がね、そうそう、なんかあるんですよね、そこにきっと、うん、なんか見た時に同じだけどやっぱり原画の方がいいよなとか思っちゃダメで、うんうん、原画となれる原画の感動がさらに明快になるような正反になるかどうか、で今回は全体にそれができてたし、うんうん、そうですね、さらに欲を言って、うん、もっとこの感じをこういう光がとか色がとかいうのを欲を出してまた今日はもう欲の塊です、いっちゃいますね、うん、まあ最後に欲が行き過ぎてねそれちょっと危険すぎるっていうこともあったけどね、何でもできるような気持ちになっちゃった、なんかね、うん、まあなかなか最高な構成の、うん、いや本当にそうでした、でしたね、佐野さんすごい、うん、最高だけど、最高だけど、まあ、このダジャレはいいとして、ジュナリさんみたいな絵本がないとダメってことだよね、そうです、正反の人で、ね、仕事としてやっちゃってるから、うん、要はデジタル的なのね、うん、こうだからこうですよっていう、うん、そんな感じなんだけど、うん、そこになんていうのかな、違う要素を入れないと、はい、まあ、言い方変えると面白いものができない、うん、です、うん、さっきも言ってたんですけど、その印刷物にするっていうのが目的で、まあ、絵を描いてやってるものだから、その本になった時の良さっていうのを出すっていう、みんなで集中してね、はい、なんか原画が全部まるまる正解っていうわけではなくて、この魅力を本に写した時にどうするのが一番いいのかっていう、なんかそのやり方でみんなが一緒の意見でやるっていうのがすごい幸福な構成っていう感じがしました。ジュナイダさんの考え方で最初に聞いて分かったのが、やっぱりこういう原画を描いたから、はい、この原画の魅力に近づけるように印刷してね、うん、ではなかったの、うんうん、この絵は基準であって、はい、そうです、これを印刷物にするにあたって、はい、どのようにこう、うん、まあ、印刷の印記 の、うん、あの制限だとか、うん、いろんな紙の制限がある中で、うん、原画から移行を感動を残すかっていうところにポイントがあるっていうのを聞いたんで、はい、このようないい色恋になったんじゃないかと本当にそうです、思いましたね。絵はなんかもう食材みたいなもんで、なんかいや絵もすごい、お料理として出てくるのは本がお料理なので、うん、そこ間違っちゃいけないなっていうのはいつも思っているので、ね、それがこのチームだとちゃんとやれるので、すごい楽しかったです。印刷したものが最終的な、うん、あの到着点であって、はい、絵はその到着点に向かうための必要なものであるっていうことですね。まあ原画よりも本の方がすごくなってるっていうことですね、うんうん、そうです、その方がいいんです。大丈夫です。大丈夫です。イエーイ。イエーイ。